皆さんこんにちは、もたらとつくばです。今回は 2018R1200GS アドベンチャープレミアムスタンダード、いわゆるローダウンの車両のご紹介です。レーシングレッドのカラーなんですが、このカラーは当店初入荷になります。2018年のこのアドベンチャーに関してはコルドバブルー、ライトホワイト、ブラックストーンメタリック、トリプルブラックの方がやっぱり多かったんですが、レーシングレッドは初入荷ですね。そうですね、やっぱり赤のボディはやっぱりこうアドベンチャーらしいカラーの違いかと思います。シートもこの赤いラインがいいですよね。パニアケース、このアルミパニアケースはちょっと提案用で付けてあるのみです。TFT メーター仕様になります。そうですね、このオープニング画面もかっこいいですね。メーターはこう操作になれると非常にこういい、使い勝手がいい感じで、近々試乗車を導入する予定ですので、ぜひそのあたりはご体感ください。点検のインターバルとか出るので非常にこう利便性が高いんですよね。2018年の1月からサービスインクルーシブができましたので、そのあたりも実際合わせてお勧めしたいところです。今のところも TFT メーターのオーナー様が増えておりまして、非常に皆様から、いろんな意見を受けたまっておりますが、夜間の走行時に非常にやっぱり視認性がいいという話を聞きます。左側の、そうですね、これダイナミックインサですけど、こちらの方に表示が出る感じです。ちょっと押すとダンパーの調整で、長押しするとプリロードの調整ということになります。左側のこのメニュー画面に関しては、ここの部分のプレートでこうやる感じです。スイッチ関係もこの TFT メーター仕様の場合は全部ブラックになる感じですね。非常に精悍なイメージです。ダイナミックインサーの仕様もそうですね、かなり洗練されて、ぜひ皆さんにご体感していただきたいところです。LED のこのアディショナルライトも外観のデザインが変わりましたので、こちらのライトデザインですぐ2018ということがわかります。ぜひご来店の方お待ちしております。ありがとうございました。